どんな塩梅ですか？最初こんな状態です。それがもともとですか？もともとです。でカットしてこんな感じです。どんだけ取れたんですか？クリアランスだから指一本。指一本きましたね。20ミリぐらいクリアランス。こんだけってことですよね。それを取ると30ミリぐらい。どんな感じですか？30ちょいぐらいですか？はい。外してみてもらっていいですか？おお。やば。こうなってたからインナーもかなりクリアランスできてるし、ここ型取ったんすもんね。この辺がじゃあ楽勝っすね。もうこれでやったら多分やりようがないってことですね。次はもう完全ガッツリです。次は作り直しになるんですね。そこまでいかないように長期入院で。お疲れ様です。どんな感じでしょうか。なんかドアないですけど、ドアお金なくて売ったんですよ。そういうことですね。はい。こっちにお金使った。なんかそうお金ないんでこっちにコーチン当てようかなと思って。どうやばないですかこれ。もうペラペラですね。もうこれじゃ無理ですもんね。そうですね。これフェンダーがつくとこですよね。これ以上やろうと思ったらもう本当これを位置変えて。ここから鉄板一枚こう作るしかないです。そこまでだとやばいことですね。ですね。中どうなってるんですかこれ。うわっ綺麗になくなったっすね。3枚構造になってるんですね。で外側のやつがこう膨らんどったんでもうそれ取っ払っちゃいました。そこ取るのすごくないですか？みかんの皮むくみたいな。そんな柔らかいもんじゃないですよね。やば。こっちは何かしました？こっちまだやってますね。何もあれこれなんかなかったですか？違うのか。ここも取っちゃうんですか？ここなんか削ったとかで削り取ったのかな。タイヤは取ったんですかね。そこはなんかする予定ですか？さっきクリアランス見たけどこっちは大丈夫だったんで当たらないですか？こっち行く前にこっちが行くっす。で今度こっちがスムーズなとこっち当たりません？いや大丈夫です。あ、大丈夫でした。一回もうスプリングも変えてあバネ変わっとるっすね。1センチぐらいですか？1センチぐらい調整できるぐらいですかね。思ったより短くなかったっすね。なんか番組と一緒ですよね。一緒です一緒です。両方ともチャーシューバネですね。軽量のバネってこうおもちゃみたい。マフラーの神様お疲れ様です。どんな感じですか？いやもう始まってます。ちょっと別の撮影してたんで知らん間になんか進んでますけども、はい、今どういう状況でしょう？とりあえず今リアやってるんですけど、はい、大変そうですねなんか。そうですね。あ、ちょっとフロントを皆さんに見せてもらっていいですか？なんかすごいことになってますね。まずドアがないっていう。ですね。ドア売っちゃったっすか？さっきアップからして。とりあえずこれからなんで。お、どんな感じですか？わ、すごっ。こんな感じになってます。ばっくりいったっすね。はい、今までで ここがどこでしたっけ？今までこの辺でしたね。そこでしたっけ？はい、そこが三枚構造でしたっけ？三枚構造ですね。三枚構造がなんていうことでしょう。はい、約クリアランス前の時に比べると25ぐらい、25ミリぐらい。しかもなんかこれ奥どうなってるんですか？これすごい綺麗になってるんですけど。それはもちろん手抜きはしませんよ。あ、今1枚ってことですね。鉄板がこれで裏側がこれで裏側1枚で、そうですね、表のこのまた1枚多いですけど、まあ、合計まだ2枚多いです。1枚撤去しただけですね。で中点付けしましたね。先ほど点付け、はい、してます。あれ開かないんですか？大丈夫です。あそこはで、そこで一応見栄えの問題で、あとは FRP 貼って、すげえすね。あとはシャーシーブラック引いて、そしたらあたかも何もなかったかもね。そうですね。うまくいけば自己じゃないかも。天才の目はごまかせないですね。あ、そうですか。しっかり見てますからね。これオークション出したら R 点つきますね。そうですね。自己現状、自己してないけど。すごっ。これ今固まってないですね。まだ半乾きですね。半乾きですね。これバーッと削るんですか？あれしたらそうですね。あと余分なとこカットして。よっぽど干渉しないですね。これ多分次の干渉は多分ここか。でもここ干渉ってもう結構やばいっすよ。こんだけ相手でしたらスプリングも変わってますね。スイフトの 150mm6kg、はい、前の時より 1cm まで短くなりましたね。ちょっと車高下がりましたね。やっぱり落ちましたね。あとスタビリンクも移植しましたね。変わりましたね。いい感じに。まあこれよっぽど大丈夫ですね。これダメだったらもう作り直しですね。そうですね。僕の軽トラと多分同じようになります、ね、ここまで来たらしい軽トラ。そうです。はい。でもこれ以上下げることは多分ないと思うので、本当にどこも行けないですよ。これ下げたらもう今だ結構ギリじゃないですかこれ。で今リアがバネが外れて、どういう状況ですかこれ。あれデフも外してアップガレージですか？ヤフオクでもちょっとインナーの工賃代がないんで、ちょっとデフ売ってもらって。めちゃだけじゃ多分追いつかんすよ。めちゃくちゃ安いってこと。いや、これキャスターめっちゃずれそうじゃないですか。ずれないですかこれ。寄りそうじゃないですか。よっぽどっすかね。ジムニー用のカラー入れてあるんですよ。穴がこっちずれてあれでずらしてあげるんですかね。そこまでしないのこの辺じゃないですよね。あ、でも最初の時より何ミリ落とすんだ。40はい、40ミリこいつを下に落とすんですね。これを取り付け位置を一回カットしてくるっとこう回す感じですよね。なんか本当にワクワクさみたいなことですね。段ボールを触るかごとく、チョキチョキでペタペタですね。ちょっとその鉄バージョンですね。はい、あとここってあれですか？どうやってるんですかこれ？これさっき見たときに結構クリアランスあったんで、ここ多分いじらなくてもいい。そのままいけそうですかね。じゃあそのままで。このままでいって、で様子見て、それでも行くんだって当たるとかだったらもうここカットして。短くして僕先にこっちが当たると思うんですけど、そこが干渉する。ここが先っすよね絶対。でもバクリ切ってきますか？それ次回で。次回でちょっとここ行くときはスライドドア売りますんで。どんどんバラバラになってくる。加工するためにバラバラっすね。まあでももうどうにもならんですね。上はしょうがないですね。そうですね。よっぽど大丈夫だと思いますけどね。よっぽど大丈夫ですかね。はい、でも指さっき2本1本半ぐらいあったんで、あ、ここです。はいはい。中どうでしょう。いや、多分大丈夫です。なんとかなります。バネ固くすればいいですかね。そしたら。いや、そんなことしなくても大丈夫。いや、僕はバネを固くしたら負けだと思ってるんで、どうなんですか実際。いけましたね。いやだってバネ固くしたら干渉しないじゃないですか。間違いないです。それやったら負けなんで。言われますもん、こんな軽に何やってんのって。こうなっちゃうんですよ。ちゃんとストロークしてってことですね。はい、ストロークして乗り心地よくしたから。スマートですよね。これ今何やってるんですか。これはもう下ろそうかなと。あ、下ろしちゃうんですか。下ろしてプラズマカッターです。これをカットしちゃってカットしてアップガレージに。いやもうカットしてたらアップガレージも多分もう値段つかなくなっちゃう。これあれですね。僕ちょっとプレオの足回り買ってくるんで移植してくれるんですよね。なんかいましたプレオ用の独立の足にしてキャンバーつけてディスクブレーキしたいんですよ。夏ぐらいですかね。もうちょい先じゃないかな。じゃあちょっとこれ下ろすのをお願いします。はい、頑張ります。まだこれ時間かかるですねちょっと。かかりますね。今日じゃ無理ですね。ですよね。さすがの神様でも手が回らないですよね。神様がやってましたです。神様がやってました。もうここからまた大変そうなんで、はい、今日は完結で動画撮れなかったです。はい、しょうがないですね。じゃあ次回お願いします。はい、でも次回も完成じゃないですか。次回もう完成しますですよね。あ、終わってますみたいな。そんなレベルですよね。わかりました。おとなしく待ってきます。ありがとうございます。お待ちください。今度焼肉おごるので。じゃあ皆さん神様にお願いします。ご指名で指名料かかりますね。確か指名すると。2000円。安い。じゃあお願いします。そんな綺麗に外れるもんなんですね。ちょっとこの辺雑になっちゃったんですけどね。しょうがないですね、レイ君で。いやー、それやばいですね。So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. Why did you die to me? I killed, I know, want to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed, I know, want to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!